チュ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 、 YM さん見てますよ、見てますよ。なんか YM さん久しぶりです。なんか YM さん、なんかゆこちゃんからパンダをもらったみたいだね、パンダをもらったみたいだね、パンダ、僕ウサタンだよ、僕ウサタンだよ、ウサタンだよ、ウサタンだよ。はい、バイオさん、なんか明日チョコレート、チョコレートもらえないかな、あれれあれれ、明日なんかワイフさんすごい日ですね、すごい日ですね。はい、なんか送ってくれるみたい、なんかラブレターを今度送ってくれるって言ってたよ、動画で。すごーい、すごーい、困っちゃうな、ウサタン、ウサタン困っちゃう、ウサタン困っちゃうな、どっちを、ドゥンドゥ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 ドゥン。こんにちは。結構これ握力使いますね、結構握力使う。YF さん、 YF さん、これ YF さんなかなかいい顔じゃないですか。 YF さん、 YF さん、 YF さん、あやさん、これいい顔ね、なかなかいい顔じゃないですか、これ。ほら、ちょっとコラボしておきましょうか、コラボね、コラボ。どうも、あーあー、パンダくん、パンダくんどうしたの、パンダくんどうしたの、どうしたの、パンダくん、いくもーいくもー、もこもこーもこーもこもこーもこーもこもこーもこんだよ、もこんだよ、もこんだよ、もこん。完全アホですね、完全アホですね。まあいいや、なんかラブレター送っていただけるみたいで、恥ずかしい、恥ずかしいな、そんなことないよ、そんなことないよ、ウェルカム。これ使えますね、これめっちゃ使えるな、これ。これゆこちゃんからねもらったんですけどね、ゆこちゃんなかなかファンキーですね、これめっちゃ使えますね僕。これすごい小道具入りましたね、ちょっとやばいな、今度ちょっといろいろと、まあ毎回使ってるのと飽きるんで、たまにこれちょっと使っていきたいと思います。これ結構使えますね、はい、なんかそのバレンタインで、そうそうそう、なんか送っていただけるようなんですけども、一応僕の予定が明日福岡、そして明日福岡泊まって15日鹿児島帰りの、そこからずっと一応鹿児島います、はい、ただ17日は熊本ちょっと行く予定です。17日熊本、その後はそうそう、ファンキー山田さんが19日に、ファンキー山田さんが19日に鹿児島来ます。でその後まさきさんが23日に鹿児島来ます。だから来週は2人、お客さんが来日鹿児島に来ます、はい、まあそんな感じです。まあ基本的に来週はいますね、来週は、自分あの鹿児島にいてます、はい、あとさ、うん、そうですね、ということで、ちょ、あ、そうそうそう、ワイヤさん、チョコレートね、ちょっと申し訳ないですけどリクエストしていいですか、ワイヤさん、そのやっぱねニーズに対して供給じゃないですか、ワイヤさん、ワイヤさんニーズに対して供給っすよね、ニーズに対、ネットビジネスね、ドリアカ勉強してますよね、ニーズに対して供給していかんとあかんから、僕チョコレートあんまり欲しくないな、チョコレートじゃなくてわかめスープ、
わかめスープが欲しい、わかめスープ、わかめスープめ、あれ美味しかったな、あれがいいな、あれはあれだけでいいな、わかめスープ10個ぐらい欲しいな、わかめスープ、わかめスープ、はい、わかめスープお願いします。チョコレートね、申し訳ないですけどチョコレートあんまり好きじゃないですよね。チョコレートあんまり好きじゃないんで、ワインさん、わかめスープ10箱お願いします。わかめスープ10箱で、はい、まあ5箱でもいいですよ。あ、1箱何個入ってんだろう。もうわかめスープのみでいいです。軽いし、配送軽いですよね。もうわかめスープしか入ってないみたいな。しかもわかめ結構その育毛にいいっていう、よくなんか都市伝説あるじゃないですか。もうわかめスープだけでいいです。ダンボール開けたらわかめスープ、これ面白くないですか、面白くないですか。ダンボール開けたらバレンタインでわかめスープしか入ってないっていう、これ面白くないですか。で、ダンボールこいつが開けて、わーおみたいな、わーおみたいな、わかめスープしか入ってないみたいな、バレンタインでまさかのわかめスープみたいな。ワイヤさん、わかめスープだけでお願いします。だけ。もちろんラブレターはもちろんいただきますけど、わかめ、チョコレートはいらない。チョコレートいらない。わかめスープ、あの YFF さんのお気に入りのあのあれめっちゃうまいんで、あれめっちゃ僕も好きです。メカブ入ってるやつ、あれ超うまいですね。あれでお願いします、あれで。はい。ということで、まあなんか送っていただけるということなので、リクエストをさせていただきました。リクエスト。やっぱ市場に対して、ニーズに対して供給ですから、やっぱね、違うの送っちゃうとね、これね、ダメですから。僕はわかめスープオンリー、チョコレート1個もいらない、1個もいらないでしょ、チョコレート悪いですけど。メカブモコンモコンモコン。はい、ということでわかめスープお願いします。本当にあれめちゃくちゃうまいですから、本当あれうまいですね。ありがとうございます、はい、ではワイフさん見てますよ、見ましたよ。もういいですか、大丈夫ですか。見ましたよ、見ましたよ、見ましたよ、見てますよ。これいいっすね。まあ、さっきね、ゆっこちゃんの動画も撮ったんですけど、いや、YFF シリーズ久しぶりだな。 YF シリーズね、久しぶりですね。もうちょっとででもあれですね、 YF90 97っすね、97っすね。あと3つ作ったら100個ですね。前作ったのが去年の12月11か、いや、お久しぶりです、はい、97回目シリーズ、これ一応シリーズもんですからね、ね、YF さん一応シリーズ化してますからね、 YF さんについて取り留めもなく500っていう。で、これ一番最初いつだっけな、 YF さんの一番最初ってこれいつですかね、ちょっと見てみましょうか。YF さんの取り留めもなく一番最初どれだ、YF 取り留めも早くなく一番あった、2016年8月25日がこのシリーズも一発目ですね。ということは今2018年だから、まあ今年の夏に行くと、今年の夏8月行くとは2年ですね、シリーズ化してから。早いですね、早いな、早いな、すごいですねこれね、なんだかんだ言って続いてますね。おざす。ではメカブのあのわかめスープお待ちしております。あとラブレターね、ついたらちょっと一般公開で、もう完全なる一般公開で晒しますけど、ラブレター晒しますよ。いいんですか、いいでしょう、いいでしょう。勝手にラブレター晒しますよ。いいんですか、ワイフさん、
一般公開ですよ。全世界に YF さんが書いたラブレターが公開されるんですよ。いいんですか？いいですよね。分かってますよね。 OK です。ということで終わっていいですか？僕まだ動画撮らないといけないんだよ。まだ動画撮らないといけないんだよ。仕事が残ってる。終わります。ではちょっと疲れてきましたね。今日の夜もライブやりますけど頑張ります。では。